はい、はい、ラフィンは20時過ぎてるから早い早い早い。玉ねぎ、何が人参、グライディング、あ、鶏肉、肉、鶏肉、え、何、オムライス、オムライス食材は買い出しに行くの、ある、サンディー、え、サンディーやった、サンディーやった、あれデイリーカナートカナート、あっちカナート、こっちサンディー、あ、サンディーや、サンディーに行こう、玉ねぎ、玉ねぎ、人参、人参はない、玉ねぎ、じゃあ玉ねぎ、鶏肉だけ、あ、え、あ、鶏肉ですか、あ、鶏肉大丈夫です、で、あれ、先に炒めるんですよ、炒めるやん、あ、鶏肉とかを、あれ、玉ねぎと先に鶏肉入れて、で、みじん切りしたやつ、あとから入れて、ご飯バーンって入れるじゃないですか、で、ケチャップって入れて、もう、あとは卵を別で、こう、いや、たまにご飯バッドで、卵を、え、卵は卵だけです、最後にやる、はい、余裕っすよ、マジで余裕っすよ、はい、どうよ、大久保良人はどう、マジで体力めっちゃあります、体力ある、あの年でって言ったらあれですけど、うん、
倍以上の年なのに、うん、同じぐらい普通にボケてる、うん、っめっちゃ考えてる。料理マジで単純なやつで余裕で作れますよ。親子丼とかも丼系楽なんですよ。玉ねぎ、玉ねぎ、全部一緒やん。で、もう最初はそれ肉とかだけ玉ねぎ炒めるの。あ、そう、炒めるで、卵入れるの。炒めて、あ、そう、調味料は玉ねぎ入れて、え、調味料はあれ、もうオリーブオイル大丈夫です。味付くそれで、あ、大丈夫です。ズルス。いいですね。大丈夫です。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。やっぱこう今まで以上にこうパワーが出るっていうか力が出てるなっていう感じはしますね。毎晩電話しますか？A sustainable future. Yanmar.